あ、キリュウさんじゃん。今からスナック行こうかと思ってたんだけど、一緒にどう？ああ、それは構わないが、おたふく屋はいいのか？この時間あんま客来ないんだよね。だからちょっと一息入れようかと思って。おたふく屋って質屋の旦那ってあんた？あ、まあそうだけど。ちょっと買い取ってほしいものがあるんだけど、今日はもう店閉めちゃった。あ、いいですよ、鑑定いたしますので店の方までどうぞ。な、そう？悪いね。誘っといて悪い、キリさん。すぐ終わるからちょっと待ってて。ああ、まあいいぜ。この指輪は。な、どうしたの？ああ、いえ、失礼しました。こちらは名前が彫られている分減額で1万円ですね。んだよ、しょっぽい指輪だな。まあいいや、1万ね。どうかしたか、安藤さん。顔色が良くないようだが。いや、大丈夫。ごめん、キリュウさん。スナックは先に行っててもらえるかな。わかった。あまり無理はするなよ。何やら安藤さんの様子がおかしかったような。スナックでそれとなく話でも聞いてみるか。安藤さんが後から行くと言っていたな。先に入っているか。よし、行くか。あ、キリュウさん、一人？いや、後から安藤さんが来る。何やら元気がなさそうだったのが気になるか。あら、それは心配ね。まあ来たら話でも聞いてやろうぜ。あら、いらっしゃい、安藤さん。確かになんか元気ないわね。まあまあ座んなって。悩みがあんなら聞いてやるぜ。ああ。でどうしたんだよ、安藤さん、そんなにしょぼくれて。さっき質屋に売りに来た客と何かあったのか。さっきの客？ああ。話くらい聞くわよ。解決するかは別として。まあ僕らの話で解決したら奇跡みたいなもんだけどね。そりゃ確かにね。そうだな。あら、本格的に元気ないわね。さっきのお客さんが売りに来たやつさ、結婚指輪だったんだよ。俺と元嫁の名前が彫られたやつ。なんだって？え、元嫁って安藤さんバツイチだったんすか？そうだよ。別れたのは結構前だけどな。でも最近復縁できるかもって言ってなかった？そうなのか。あ、未練タラタラなんですね。うるせえな。なくしてから初めて気づくことだってあるだろう。確かにな。でも気づいた頃にはだいたい遅いのよね。まあまあ、そんな傷口に塩塗るようなこと。とはいえ復縁できるかもなんでしょ？どうなんだ。ああ、最近少しずつメールも返してくれたりしてさ、今度久しぶりに会って食事でもみたいな話もしてたんだよ。なかなかやり手の女みたいだね。魔性の女的な。そんな器用な女じゃないはずなんだがな。女はね、
いくつもの顔を使い分けて生きてるのよ。いつも見せてる顔が真実とは限らないの。ほう。なんかママが言ってますよ。長くなりそうだから聞き流しとけ。あんたたち金輪際つけなしだから。そんな。まあそれはそうと、その指輪はどうなったんだ。やっぱり突き返したの。結局商売だし、指輪は適正価格で買い取ったさ。1万円。あら、切ない話ね。そうだな。売りに来たのって誰なんすか。嫁さんじゃないんでしょ。なんかチャラチャラした若い男だった。それが再婚した今の旦那ってか。再婚なんて俺は聞いてねえよ。あんなの元嫁の好みじゃねえし。そうなのか。女はね、いくつもの顔を使い分けて。その話はもういいから。うん。そもそもなんで離婚したんすか。どうなんだ。当時は仕事が忙しくて家にほとんどいられなくて寂しい思いをさせていたが、分かってくれると思ったんだよ。その挙句に離婚って目に浮かぶように綺麗な流れね。でもその後俺はちゃんと反省して脱サラまでしたんだ。それで家庭の時間を取れるようにこの田舎で自営業を始めたわけ。なるほどな。経営も安定してきたし、もう一度やり直そうって思ってたのに。なんかマジで気の毒になってきましたよ。ああそうね。話半分で聞いてたのが申し訳ないわ。いや全力で聞けよ。たく一言だと思いやがって。そんなことねえよ。まあ今はとにかく元嫁と会って話をしたらどうだ。まあ実際のところを聞かないとわからんよね。実はさっきから連絡してるんだけど返信もなくて。雲行き怪しいっすね。確かにな。実はその新しい男を紹介するために今来てるとか。ちょっと秋吉くん。あ、すんません。もう俺旅に出ようかな。なんだって。は？家族とやり直したくてここで頑張ってたのに。これじゃ。ちょっとやけになっちゃダメよ。その通りだ。いやもう決めたよ。俺は船で誰も知り合いのいない町へ旅立つ。何言ってんだこの人は。安藤さん、諦めるのはまだ早いぜ。でももう俺には何も。まだ指輪にしても嫁にしてもわからねえことの方が多いんだ。旅立つのは事情が分かってからでもいいんじゃねえのか。そうそう。それにおたふく屋がなくなったらどこから食器仕入れたらいいのよ。これおたふく屋で買ってたんだ。あんたの店結構気に入ってたんだぜ。考え直しなって。みんな、じゃあもう少し考えてみるかな。安藤さん頑張ってるんだもん。きっといいことあるわよ。じゃあ安藤さんの幸せな生活が戻ることを願って。乾杯。安藤さん元気になればいいんだが、後でおたふく屋に行って様子を見てみるか。ん？なんか張り紙があるな。何何？しばらくの間休業させていただきますだと。おいおい、全然立ち直ってねえじゃんか。あ、畠山さん、みんな。いや、安藤さん大丈夫かなと心配になってね。さっきあんなに優しく接したのに。いや、ママはいつも通りだったよ。この辺に、おたふく屋っていうお店はありませんか？ああ、それならここだけど。ちょうどさっきから休業しちゃったよ。え、休業って。では店主の安藤は今どこに。それは俺らも知りたいんだけど。っていうかあんた誰。あ、私安藤の元妻の小春と申します。夫が、え、元夫がご迷惑をおかけしまして。
んたが安藤さんの。あんたさ、ちょっとひどいんじゃないの？一番迷惑かけられてるのは安藤さんの方よ。新しい男に指輪売らせに行くわ、急に連絡しなくなるわって、あんまりじゃない。まあ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 、気持ちはわかるけど。指輪を売る？あの、失礼ですけど、皆さんは安藤とはどういう？ただの飲み仲間だよ。そうだったんですか。安藤には素敵なお友達ができてたんですね。とにかく少し話を聞かせてもらえねえか。指輪といい、あんたといい、わからねえことだらけだ。はい、実は。バッグを盗まれた？はい、私は今日の朝に尾道に着いたばかりなんです。安藤から生まれ変わった俺を見てくれって何度も連絡が来たから、こそっと様子だけ見ようと内緒で。安藤さん結構熱い男なんだな。それで尾道について安藤の店を探してる途中にバッグごとひったくられてしまって。安藤さんとの結婚指輪もその中に？はい、安藤と別れた後も指輪だけはどうしても処分できなくて。きっと私もどこかで安藤に未練があったんですね。だからこんな遠くまで来て。安藤さんは寂しい結婚生活をさせてしまったと後悔していたな。安藤は責任感の強い人で、家にいるよりも会社にいる時間の方がずっと長い仕事人間。そのくせに人見知りで、それこそ友達なんていませんでした。まあ安藤さんはスナックでもなかなか新しい人と話したがらねえしな。その辺はあんまり変わってないっすね。でもこんなに安藤のことを心配してくれるご友人ができていたなんて、正直驚きました。あれ、ひょっとして安藤さんと小春さんの復縁は別に絶望っていうわけじゃない感じ？ええ、まあ。要は指輪を売りに来たやつはただのひったくり犯で、小春さんも安藤さんも被害者ってことか。じゃあなおさら安藤さんを探さないと、このままじゃ本当に旅立っちゃうぞ。そうね、とにかく手分けして探しましょう。あんたは俺と一緒に来るか？この辺の地理もよくわからんだろうし。そうですね、すみませんがご一緒させて。引いてくれ誰か。ん、あいつは。そこどけや、おっさん。飛んで火にいるなんとやらだな。あなたは今朝の。お前だな、小春のバッグひったくって指輪売り飛ばした犯人は。くっそ。どうしたの桐生さん、大声出して。ああ畠山さん、たった今例のひったくりを捕まえたところでな。え、こいつが？ああ、それで安藤さんはどうなった？まだ見つからねえか。あ、そうだ、タバコ屋のばあさんが海辺の方に安藤さんが行くのを見たって言ってたよ。海辺か、よし行ってみよう。you
本当に海辺で黄昏れてるよ。でも旅立つ前に見つかってよかったよかった。ねえ、なんか安藤さん東急モーションに入ってない？何？おいおい、まさかありゃ指輪投げてバカ野郎ってベタに叫ぶ気じゃ？待って、あなた。え？小春？どうして？よかった。小春、やっぱりこの町に来てたのか。俺に別れを言うために。待って、違うの。何が違うって言うんだよ。もうこれ以上俺に希望を持たせないでくれよ。あの指輪だってどうせ俺への当てつけなんだろう。そうじゃねえ、指輪は盗まれたもんだったんだ、こいつにな。キリュウさん、それにさっきの兄ちゃん、盗まれたってどういうことなんだ？小春さんは別れてからも大事にしてた結婚指輪を持って今日あんたに会いに来たんだよ。だがその途中でバッグをひったくられて、皮肉にもあんたの店で指輪を売られちまったってわけだ。嫌な思いをさせてしまってごめんなさい。私が不注意だったばっかりに。ひったくられてって、そんな。いや、それよりも怪我はしてない？大丈夫か？うん。そっか、桐生さんたちもすまなかったね、心配かけちゃったみたいで。いや気にするな、ちょっとばかり運が悪かっただけさ。いや、ある意味良かったのかもな。え？本当は今日こっそりあなたが働いているところを覗いて帰ろうと思ってたの。働いているところは見れなかったけど、それ以上に素敵なことが分かった。素敵なこと？あなた、こんなに素晴らしいお友達ができてたのね。みんなあなたのことすごく心配してた。さっきママにも怒られちゃった。これじゃ安藤さんがかわいそうだって。やだ、なんか恥ずかしい。キャーキャーって。東京にいる時は私以外話し相手もいなかったのに、本当に変わったのね。この町のおかげなのかな。どうだろうな。ねえ、あの指輪今持ってる？もしよかったら私に売ってくれませんか？とてもとても大切な指輪なんです。え、ちょっとちょっと、これって。その指輪はここにあるよ。だけどお代はいただけません。その代わり、あなたの人生の半分もう一度僕にいただけませんか？あなた。はい、また一緒にさせてください。たく、キザな質屋だね。僕だったらあんなこと死んでも言えないわ。あれくらいの方が女の人はグッとくるんじゃないですか？現にママ泣いてるし。よかった、よかったね。雨降って地固まるだな。ふぅ、ひったくり野郎も警察に引き渡してきたし、安藤さんは復縁できたし、一件落着ですね。みんな本当にありがとう。心配もかけたし、いろいろ助けられちゃったね。私からも本当にありがとうございました。これからも安藤を、夫をよろしくお願いいたします。ああ、もちろんだ。さて、じゃあ祝杯兼ねて飲み直すか。
お、いいっすね。キリュウさんも行こうよ。ああ、そうだな。安藤さん胴上げでもしちゃいます？お店壊れるからやめてちょうだい。それもそうだな。